とんど前髪止めるピンなくなってるんだけど、どこ行ったんだろう。まあいっか、きっとどっかにはある。ということでメイクしていきます。時間がないのに爪が気になって、今日はお話し会です。今日は一日中おしましが使えないので、使えません。びっくりした。これこうやって今塗ってたらさ、なんか水色のやつがこっから出てきて、何かと思ったら無料のギフトだった。ビビッと。めっちゃ頭痛は昨日よりはマシになった。なんかまだなんか頭痛の根源みたいなのはいます。そう、でも全然、昨日のが100グラムって何？頭の痛さ 100% だとしたら今は 10% ぐらいなんで、全然、昨日はもう120ぐらい痛かったです。はい、そう、だから全然いや、もう疲れは溜まってると思います。ただこの話し会今日終わったら午後は何もないので、そう、まあ振り起こしとかしなきゃいけないことはあるんですけど、今日は午後何もない。だからしっかり休み、休息取りたいと思います。ただ今日はオンラインなので、まあファンデーションしなくていいやんそんなことは言ってないです。そんなことは思ってもないです。はい、そんなことはもう言ってないです。やります、ちゃんと、ちゃんと、ほらファンデーションやってます、ちゃんと。写真撮るときにね、漏れてないやんってなる可能性もあるの。
おはようございます。まあ、時間がないです。普通に今日は6時半ぐらいにまず朝目が覚めて、30分ぐらいはもうお布団の中で携帯いじる時間で、7時ぐらいに起き上がって、昨日もう頭痛すぎて汗を流すことしかできなかったです。シャワー、そうだから頭洗ってさっぱりして髪の毛乾かして、今おはようございます。なのでちょっと時間がない。普通に集合のね連絡の時間ん時間の連絡がね昨日の夜届かなくて、でももう頭痛すぎて無理と思って、まあ、早めに起きれば別に集合間に合うでしょう、どっちにしろと思って、今日の朝連絡見ても来てなくて、そうまあ、結局分かってるんですけど、時間は今聞いたから、そう分かっ昨日の夜はもう本当はいつもはその集合の連絡が来るまでは絶対に寝ないんですけど、もう無理だったねもう無理だったね。今日は無理だ、諦めました。わかんない、どこがどこわかんない、メールで普通にただ受信できなかった。でも迷惑メールとかも見た、ちゃんと。そう、迷惑メールに入っちゃってる可能性もあるから、迷惑メールとかも見たけどなかったからもう諦めた諦めちゃった。いやしょうがないよね、だってマネージャーさんも昨日 B 公演あったし、しょうがない。結局時間は分かってるからいいんです。
ごめん、多分うるさいと思う。ガタガタしてるよね。そう、焦ってる。時間なくて。握手会復活したら行くようだって。なんで触れることが目的なの？会うこととかでもダメなんだ。触れたいんだ。やばい、眉毛やってない。前も聞いたけどさ、手袋付きの握手会とだった、それがあるんだったら握手会じゃないから復活っていう感じでやんなくていいよっていうのと、どっちなんだろう。みんな手袋するぐらいならしたくない。手袋は草。握手再開しても握手しない自信は、でもしなくてもいいんですよね多分。知らない、他のグループ、その再開してるグループがどんな状況なのかとかは知らないけど。そう、でもいましたよ。いや俺握手いいからみたいな人、昔から、そのコロナ禍前から全然いました。うん、全然しなくてもいいんです。始まったとしても、むずいよね、うん、話し会楽しむ。え、めっちゃ時間ないの頑張ってる。メイクしてる今私。でもなんだかんだ集合した後も時間があるんですよ。だから髪の毛はボサボサでいきます。顔さえ最低限作っとけば荷物も減るから、顔を最低限作ることを今は考えて、もう15分経った。これで今日また突然の頭痛に襲われても大丈夫。いや昨日やっぱりあの時間、朝だっけ、なんか絶妙な時間配信しといてよかったです。本当に昨日あれがあっただけで全然、その頭痛すぎたけど、でも配信しなくてもいいんだっていう、そう15分もうやってるから配信しなくてもいいんだっていう安心感は全然違ってて、
そう、ただまあどっちにしろメイクを落とす時間って私いつもまつげ落としてる時間って何もせずにこうやってボーって待ってるだけなので、そう、その時間に昨日配信してた感じだけど。普通に水分不足ですね、昨日は。今日はいっぱい水分飲みたいと思います。ということで、あとは髪の毛やるだけなんですけど、もう時間がないので髪の毛はまた会場に着いてからやりたいと思います。ということで、トタトタって配信してごめんね。でもバッチリいい感じ。よし、また後でお話し会で皆さんお会いしましょう。橋本は着替えて、髪の毛やる道具アイロンとかリュックに入れていきたいと思います。頑張れば15分でメイク終わるっていうことが分かった。 ということでありがとうございました。まあ多分オンラインメイクだから言うてあんま変わってないけど、言うてほぼ一緒だけど、ありがとうございました。またお話し会でみんないっぱい喋ろうね。ありがとう。またね。バイバーイ。